皆さんこんにちは。チャプターズブックストア書店主の森本萌乃です。皆様今週も1週間お疲れ様でした。そして私もお疲れ様です。イエーイ。はい。今日はですね、秋の夜にぴったりのお話をしたいなと思って動画撮るの楽しみにお仕事中ニヤニヤしてました。っていうのも、秋の夜長っていう言葉があるように夜が日に日に長くなっていって夜型の私としてはとっても嬉しい季節がやってきました。なんかね、機嫌がいいです。歩いてるだけで。秋独特の匂いありませんか？で、時々金木犀もふわっと香ったりして、なんて幸せなんだと思って iPhone の温度計見るとだいたい19度みたいな。なんかこんな時間が続けばいいなと思って最近は日々生きています。はい。でも私夜型なんで夜好きなんですけど、一方でこうずっと長年不眠気味っていう、自分 の悪い癖っていうんですかね、ちょっと症状もございます。6年前ぐらいからもう不眠気味なんですけど、一時期は実家に帰って母と一緒に寝たら治るんじゃないかとか、姉の横で寝させてもらうように居候してみたりとかいろいろやってみたんですけど全然ダメで、もうねベッド入ってると寝なきゃっていう風にドキドキしちゃって、逆に眠れなくてもう気がついたら朝みたいなことが結構あったんですよ。ただね、最近ねちょっとよく眠れるんです。なんかそれは多分自分の症状を自覚してうまく付き合っていこうっていう風に思ったからなんですよね。最近はもう眠れない自分を受け止めて夜を楽しもう、いかに夜を楽しめるかっていうことを考えるようにしてます。あとは夜のルーティーンっていうんですかね、なんか夜やることを結構決めたんで、なんかそれがすごく自分に合ってきてるのかなと思って今日はそのお話をしたいなと思いました。題して、集まれ不眠の民、夜よく眠れる本&おすすめグッズです。この動画を回すことになったきっかけをくれた超おすすめ入眠本紹介します。早速1個目、キッチン常夜灯です。はい、これ本当によく眠れるんです。なのでもしこの動画見てくださってる方で、まあ、実はちょっと夜眠るの苦手なんだよねっていう同士がいらっしゃったらぜひ買ってください。はい。で、小説は私結構まあ読んできているので、とてもね、入眠本の精度は高いと思います。はい。で、まずこのあらすじからいくと、主人公の女の子が自分が勤めているチェーン店のレストランで店長になるんですよね。だけど自分はそんな器だろうかっていうことに日々悩んでいると、引っ越しをきっかけにお家の近くで夜中から朝方までやっているレストラン、キッチン常夜灯っていうものに出会って常連になっていくというお話です。はい。で、入眠本の心得をね、私これを見ながら3つ思いついたんですよね。それを今日紹介したいと思ってます。1つ目、連続短編小説であること。はい。これ、ミステリーとか長編とか読んじゃうともう気になって、もう逆に目冴えてきちゃうんですよね。あと怖い系とかも、恋愛とかも、なんて気になる本読んじゃうともうどんどん思考が冴え渡って眠れないので、連続短編本当にね1話100ページ満たないぐらいのものおすすめです。はい。で、2つ目、これはなんかまあよくあると思うんですけど、夜を舞台にする話はすごくいいです。これも夜中に開くレストランだし、あとなんだろうな、夜だと三軒茶屋星座館とかも夜舞台ですよ。夜とかバーですよね。あとは今絶版かもしれないけど、オテルモルっていう小説も、ホテル、眠るためのホテルの話なんですよね。とか、あと夜だとなんだろう、タルトタタンとかもビストロなんで夜ですよね。とかって考えていくと、ご飯屋さんの話って、ご飯って夜にゆっくり食べるものだから結構夜眠る前に向いてるのかもしれない。私も毎晩キッチン常夜灯行ってから寝ようみたいな気持ちで、これ全部で5章あるんですけど、月火水木金と寝ました。すごいそれが楽しかったです。夜やることあるというかさ、行くところがある感じが楽しいですよね。はい。で、入眠本の心得3つ目、これ結構大切で、悩みがそこまで深くないことですね。主人公が抱える悩みがちょっと壮大だったり深すぎると、自分に照らし合わせたり、その主人公に感情移入して一緒に悩んだりなんかいろいろしちゃうんですよ。なのでこれって店長
になった自分が店を回せるかっていう、すごくねささやかだけど、まあ、等身大の悩みなんですよね。でしかもこの店売り上げめちゃくちゃいいんですよ。忙しいお店なんですよね。だからなんかその辺も安心して読めたというか、私には良かったです。これでさ経営なんとかだったら私も考えちゃうなと思って、書店主だからさ。だけどこのうまくいってて忙しいで、なんかスタッフみんなを私はうまくいい労働環境を整えられてるかみたいなこととか、すごいね悩みのね深みがささやかなので、すごい穏やかに読めましたね。うん、これもポイントです。あとは最後4つ目、入眠本の心得としては、謎解きとかうまいこと言った感がない本の方が私は読みやすいと思います。本当さりげなく人が来て人が去っていくみたいな本の方がいいですよね。だこれもあなたのそんな悩みにはこちらみたいな感じで、うまいこと出さないんですよ料理を。なんかこの主人公がキッチンと宿に行くと、あー今日寒かったよね、じゃあスープでも飲みながら今日はどんな日だったみたいなすっごいこうナチュラルに行くんで、うまいこと言う感もないのが良かったんだと思います。なんかお腹いっぱいになることが悩みを解決する一つだみたいなねフレーズがあるんですよ。だからそう、悩みが多い日はお腹を美味しいもので頭をいっぱいにして寝るんだよみたいな、聞いていっぱい食べて寝るんで、私もすごい幸せになります。これね本当出会えてよかった。小説としてすっごく面白いかとか、生涯のいい出会いだったかっていうと、またちょっとそれは別のお話になるんですけど、夜眠る前に読みたい本をこれから人に聞かれたらもう絶対これだなって感じです。うん、おすすめです。みんなでこの秋キッチン女屋と行きましょう。はい、これ作家さんにもお礼言いたい。書いてくださった方、長月天音さん、彼女は飲食店経験が長いんですって。ほどなくお別れですっていう文庫でデビューして、そっからやっぱりご飯物が多いみたいですね。彼女の本絶対また夜眠る前に読みたいなと思います。はい、おすすめです。そして今のお話の続きでいくと、これもねおすすめです。入眠本もう2つ目、本のない本屋食ったら、これは、絵本を来てくださったお客様に最後答え合わせというかお渡ししていくんで、まあ、ちょっとうまいこと言った感はあるんですけど、優しいテンポで1話完結型でこう進んでいくのがとてもまた眠る時にちょうど良かったです。でね、スープってなんかこう心も体も温まる、なんか冬な感じするじゃないですか。でどっちかというと夜っていうところもなんかすごく優しい気持ちになった理由だと思いますね。これ面白いのが、男の子2人で切り盛りする札幌にある、カフェなんですよね。カフェ兼本屋、それが食ったらっていう名前なんです。だからこれと一緒だ。お店屋さんの名前になってるところいいのかも。それで言うとともしび亭とかもそうだな。居酒屋日本割烹のお店に行くみたいな。だから夜本小説でご飯屋さんに立ち寄るのすごくいいと思いますね。うん、こちらもなので何章かな、全部で 6章の全部ねスープのお話で1話完結型で続いていくので、これもとっても読みやすいです。はい、ただねこれはねちょっとね主人公の2人の生活もなんかこう日々なんだろう関わっていくというか、彼らの話にも寄り添っていくので、ちょっとね最後の方はね読みたくなっちゃってタタタッと私言っちゃったんですけど、でもねいい感じです。はい、で最後一作はちょっと変わりだね。はい、これが私を支えるもの、銀色夏夫さんですね。彼女も私本は読んだことあったんですけど、小説は、短歌かは初めてでした。これ写真と一緒に短い短歌がこうずっと連なる全編カラーの、なんて読んでたっけな、写真刺繍です。これのいいところは、刺繍が日々のささやかな情景だったり美しさを切り取っているところ。私は割と短歌とか刺繍も好きなんですけど、茨城のり子さんとか谷川俊太郎さんとか永田博さんとか読んじゃうと、
なんか深みにいっちゃうんですよね。考えちゃう、一緒になってこの詩の意味はとか、自分の人生はとか、なんかね、夜そういうことし始めると本当に眠れなくなっちゃうんで、この短い本、例えば今パッと見つけたところだと、私を支えるものを私が忘れるとき私は自由になる、私が支えたものを私が忘れるとき私は解放されるとかね、もうこれで終わりなんですよ。1ページをこうめくってるうちにだんだんこう眠くなってくるみたいな、こうページをめくる音とか、こう所作も眠りを誘いますよね。うん、これもすごい入眠本としておすすめです。あとすごい朗報は、この写真刺繍いっぱいあるんです。見て見えますかね。なのでこれ1個すごい短く読めちゃったとしても、また本屋さんで買えば眠れてみたいな、こう本を読むリズム作りやすいんで、銀色夏男さんのこの写真刺繍は眠る前おすすめです。はい、という感じでこの3冊が私の入眠眠りを誘う本3選でした。でここからは私が日々やっている夜寝る前のおすすめグッズの紹介をしたいと思います。一つ目はキャンドル、ないしはお香を同じ系統の香りで毎晩夜だけのものを作ることです。はい、で二つ目、これ結構大事で、こちら、はい、いい枕カバーを見つけることです。はい、これ私はいつもパリに旅行に行った時にメルシーっていうお店でインドコットン 100% のこう細かく縫われ、細かく編まれた 目の細い、枕カバーを買ってます。これがすごい気持ちよくて、肌も擦れないし、沈んでいく感じが気持ちいいんですよね。気持ちいい生地だと顔を沈めたくなるんで、ベッドに入るのが楽しみになるという形です。私はこれたまたまメルシーってお店が好きで、まあ、そこにパリに行くたびに買おうっていう、こう人生のね、こうライフワークでもあることができて楽しいんですけど、これじゃなくてもいいんですよ。なんか最近髪の毛にいいって言ってシルクの枕カバーとか流行ってますよね。それもおすすめだし、とにかくちょっといい枕カバーをつけるとベッドに飛び込むのが楽しくなるし、なんか安心できる。本当にね、生地で違います。私もすごいびっくりした。これも1個日本円だといくらだろう、4,000〜5,000円するんですけど、全然違う。やっぱ化学繊維とか入ってない分気持ちいいですよね。で枕をいいのにしろとかって言うから、私ももちろん枕いいのを買ってみたりしたんですけど、いいのって言ってもね、もう IKEA の8,000円ぐらいのやつでしたけど、そんなに変わんなかった。だったら枕カバーの方が私は気持ちよかったんで、枕カバーおすすめです。ちょっと騙されたと思って、自分の心地よくなる枕カバー、本当に枕カバーだけ寝具はいいの買ってもいいんじゃないかと思うぐらいおすすめです。はい、で2つ目これです。ニールズヤードのロール型の香水ですね。これレメディートゥロールっていう名前なんですけど、これは、お友達にいただきました。お友達でも年上だけど大好きな人にいただきました。でなんかね、リラックスできるよって言って、なんか萌乃ちゃん眠り浅いならいいよって言って、まあ、私の不眠もね知ってる方だったんですけど、なんかここに塗ってこうやってやると、まあ、香りが広がって眠れるよってことだったんですけど、寝るときね、私こんな可愛く寝なくてこうやって寝るんですよ。だからね、匂わないの。だから全然もったいないなと思って考えたのは、ね、ここに塗ります。そしたら直接香るんです。これすごい香りも柔らかくって、ここに刺激も全然ないですし、すごいね、本当にこの香りがもう私にとって眠りのサインでも最近あるので、眠りやすくなってきました。うん、これおすすめです。まあこれじゃなくても安らぎ系、これ結構ラベンダー系の香りだと思うんですけど、自分の好きな香り見つけて、お香ないしはこういうロールのタイプの香水で、私は両方やってますけど、香りで自分の眠りを誘っていくっていうのはすごくいいです。はい、そして最後、これ最近見つけたおすすめです。はい、サイクルミーのムーンミルクです。これ最近セブンイレブンでよく見ますよね。なんかね、整う香りで睡眠の質を向上するドリンクなんだって。一個一個がこうやって粉末になってます。でこれを、温めた牛乳の中に入れて、飲むと睡眠の質が向上するんですって。あとね、お肌の健康もサポートするらしい。
私のおすすめはちょっと甘みが私には足りないので蜂蜜を一周入れてます。そしたらね本当にお店の味すっごい美味しいです。はい、というわけで今牛乳温めてきました。でこの温かい牛乳にサイクルミン入れます。ほいで蜂蜜をね一周入れます。あ、美味しい、これ本当美味しいんで皆さんに体験してほしいです。蜂蜜一周はちょっと私のアレンジなんで真似してくれたら嬉しいけど、飲み方違うかも、推奨される。はい、ということで今日は私の夜眠る前におすすめの本とあとはおすすめグッズを紹介してみました。でも不眠はなんか不眠になっちゃうとなんか周りを心配かけちゃうし自分でも不安になるんですけど、どっちかっていうともう思考の問題でもう夜を楽しもう、自分は夜型なんだって開き直ってからが結構勝負かなと思います。なんか私も全然治らないというか、のび太くんみたいにすぐ眠れる人間には多分戻れないっていうか慣れない気がするんですけど、でも自分の夜を楽しむことで眠りの質を上げたりとかよく眠れるように日々なりたいなっていう努力はしてます。だからみんなにもそういう人がいたらなんかどうしたら嬉しくないですか。ちょっとでもね周りにあんまり話せないことだから、あ、森本さんも不眠なんだとか思って、もう本当なんか不眠症なんか病気っぽいのが嫌ですよね。でももうなんか認めて夜を楽しもうってした方がいいです。うん、みんなで秋の夜長読書しながらいい香りと、チャイティーでホッとしましょう。はい、それではまたの次の動画でね、失礼します。